け。ありえない。なんでカワキがこんな奴らを。誰、どいつもこいつも。ボルト、二人を頼む。なんてことしてくれるのよ、カワキ。あんたは器。その体はあんたのものじゃない。何と言えばわかるの。器って言ったな。器とは何のことだ。関係ないのよ、あんたたちには。この後すぐ死ぬんだから。ねえわよ。今度こそ当ててやるわ。絶対にぶっ殺す。おい、言ったよな。子供たちに指一本でも触れたら死ぬほど後悔するぜってよ。お前だけじゃねえ。必ず探し出して全員ぶっ潰す。いいぞ、もっと近づいてこい。死ね。大玉ら戦団楽に吸収できんのよ。マジかよ。何やってたよ父ちゃん。超大玉ら戦団。大玉かなこと出たけりゃ死ねないとでも思ったの。舐めてんじゃねえわよ。無駄だ、全部吸収されるぞ。いや、多分父ちゃんの狙いはそこじゃねえ。なんて膨大なチャクラ。こいつ限界ってもんがないわけ。それをパンチさせる気なんだ。なんてこと、目の機能がぶっ飛んじまってるわ。やった、うまくいったってばさ。クソ、誰が最初に吸収した俺の螺旋岩を。容量の限界だってあるはず。ドヤ顔で偉そうに公爵垂れてんじゃんねえわよ。超大玉螺旋岩。そりゃ連れ帰って尋問すんだよ。何、まだ生きてるのか。デルタは奴らを甘く見るな。今すぐとどめを刺せ。カワキ、クソ、自爆しやがった。さすがだ、渦巻きになると。とてつもない力だ、カーマ。その秘密を知ることが奴の弱点を知る唯一の鍵。渦巻きボルト、君が握っている。